リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。イエーイ。はい、今日は久しぶりのリンとの小話ということでいろいろやっていこうかなっていうところなんですけれども、まあお話ししていこうかなって感じです。はい、最近少し夕張に帰っていた動画多かったと思うんですけれども、あの夕張の実家のね、あのショコちゃんね、あのトイプードルのショコちゃんの動画とか、あとお父ちゃんのコレクションとかがね結構あったと思うんですけど、まあ、なんで帰ってたのかとか、あとまあ帰ってみての感想っていうのをお話しできたらなって思っています。でね、帰った理由を簡単にお話しすると、まあ、なんかね、ニュースには出てないみたいなんだけど、でも一応なんか、報道されたのかな？なんかよくわかんないんだけど、一応まあ、情報も出ちゃったっぽいからお話できるんだけれども、最近吉本さんの、闇営業問題って出てたと思うんだよね。で、その影響から、まあ、非社会組織っていうのかな、暴力団関係とかっていう、まあ、詐欺グループだったりっていうところで、私がちょっと勤めてたところで情報漏洩が発覚したらしいんだよね。で、お仕事が実は7月頭でなくなってしまいまして、で、そのお仕事の方でね、なんか上司の方が暴力団関係の方に情報漏洩をしてたっていうことで、ただ今なんか吉本のその問題の方とか、そのニュースの方がすっごい盛り上がっちゃってて、全然なんかニュースで報道されたのかどうかも、ちょっと私はね、まだネットニュース自体もそれも検索したけど出てきてないから、って感じなんだけど、まあそういうことがあって、で、まあ、お仕事急になくなっちゃって、で、まあ、転職はしようってずっと考えてて、転職先はもう見つかってた状態だったので幸いまだ私は良かったんですけども、まあ、そういうこともあってちょっとお母ちゃんも心配してくださってて、ちょっとの間実家に帰ってお父ちゃんのお仕事のお手伝いをしてきたっていう形になります。はい、でそれで夕張に帰ってたって感じかな。で、まあ、実家帰ってみてなんだけど、思ったことはね、3つ。やばい、3つってできない。3つ。できた。3つ。できた。よし。3つ。あります。1つは、やっぱり、夕張好きだなって思いました。お仕事、お父ちゃんのお手伝いしてから、外を見てみて、外を見たりとかしてたりとか、トイプードルのね、ショコちゃんの散歩に行った時に外出てなんだけど、やっぱりね、空気が違う。札幌と、夕張の空気感は違う。あとね、水道水から出る水が普通にうまい。あと、ね、星空が綺麗だし、もう、ほんと、なんかね、こう、自然が好きだからなんだけど、こう、なんか、今回ね、ちょっとあんまりゆっくり外を歩く機会なかったから、あんまり外の動画は撮れてなくて、近所にある、サッカーグラウンドとか、スポーツ公園っていうところを、ちょっとこう、見て回ったりとか、ショコちゃんの散歩で歩いただけだから、なんとも言えないんだけど、ね、よかった。空気が美味しかった。とりあえずもう、わ、空気違うと思ったのと、よ、ほんと星空がね、夜にちょっとカーテン開けて、黄昏れるように、みたいな感じで見てたんだけど、ね、よかった。うん。あと、まあ、自然が豊かで、こうなんかね、リフレッシュにはなったね。ちょっとの間なんだけど。うん。なんかいい感じにリフレッシュはできたかなってところかな。うん。まあ、とりあえずは結構、夕張好きだなって思ったのが一つ。で、二つ目が、お父ちゃんとかお母ちゃんに感謝なんだけど、いやー、すげーなーってやっぱり思ったね。父ちゃんも、こう、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、毎日仕事もしてるわけなんだけど、父ちゃんのお仕事手伝ってみて、お父ちゃん鉄筋工場なんだけどね、鉄筋工場で働いてるんだけど、一緒に働いてみて、私すごいもうね、この辺がね、もう肩のこの辺とかね、指のこの辺とかがね、もう、
痛くて痛くて指の節々が本当に痛かったの、この辺とかね。なんだけど、しかも指の皮もね、あのめくれたりしたの、この辺がね。そう、この辺とかも めくれたりしてたんだけど、あのお父ちゃんそれを毎日やってるっていうのと、お父ちゃんね、中高校ぐらいから多分ね、今のお仕事ってしてるはずなんだよね。高校卒業したのかな、途中で辞めたのかな、その辺ちょっと詳しく知らないんだけど、あの大学とかは行ってなくて、高校終わって、そっからまあね、あの働いてるらしいんだけど、だって毎日だし、しかも基本的に休みが日曜日なんだけど、この間日曜日出るって言ってたりとかして、うわ日曜日仕事だーとか思いながら、やっぱ父ちゃんすげーなーって思ったね。もう筋肉やべえなーとか思ったし、あとそれでね、まあこう私をねしっかり育ててくれて、まあ私が今こういう風にあるのもお父ちゃんのおかげだなーって思ったので、いやお父ちゃんすげーなーって思ったのもそうだし、プラスお母ちゃんね、お母ちゃんも仕事してるんだけど、お母ちゃんもその仕事もあれだけども、ちゃんと晩ご飯それこそ朝洗濯してたりとか、私洗濯ってこう1週間に1回とかね、あの週に2回とかっていうことが多かったんだけど、ちょっとちゃんと毎日洗濯してるし、ご飯も、ね、基本は作ってて、私たまに弁当買っちゃったりとかするから、そういう風にちゃんと自炊しててっていうところで、こうお家っていうところを守ってるっていうところで、やっぱ母ちゃんも父ちゃんもすげえやって、こう私がその辺そこたまにしっかりできてない部分があるから、そういう部分考えるとすげえやって思ったんだよね。そうところはやっぱり、うん、いい環境だなって思って、まあ私反抗期がなかったから、お父ちゃんに反抗したこともお母ちゃんに反抗したこともほとんどなくて、まあいいこと、あの何口答えか、口答えみたいのはするけど、だってさこうなんだもんこうなんだもんみたいなことは言うし、まあ、コミュニケーションも私は取るの得意な方だから、そういうのいっぱい喋ったりとかもするし、お父ちゃんともいっぱい喋ったしね、うん、だからうん、お父ちゃんともお母ちゃんともいっぱい喋って、ね、まあ、家のこととか、仕事のこととかも話して、やっぱすげえなーって思ったのが二つ目。二つ目ね。うん。で、もう、三つ目か。三つ目。三ができないな。三。できた。三つ目ね。三つ目に、思ったことは、少しでも、こう、夕張の、こう、魅力っていう部分をお伝えできることが、私、こう、ね、この活動を通して、いろいろとやれたらいいなって、少し感じました。やっぱり夕張好きだなとか、北海道好きだなっていうところ、まあ、そういうのがあるから、全然私、札幌にいるよとか、実家夕張だよっていうふうに、まあ、地名は出してるんだけれども、まあ、みんなね、こう、VTuber って言って、こういう形でね、自分の体を持ってる方は基本的に身バレね、気をつけてそういうのしてないのが多いとは思うんだけど、そのリスクも分かっている上で、まあ、お父ちゃんとお母ちゃんがね、夕張にいるっていうののリスクっていう部分も分かった上で、全然普通にお話はしてる状態なんだけれども、やっぱりね、その魅力っていうのをしっかり伝えていけたらいいなって感じた。いや夕張ね、こうなんだろう、田舎っちゃ田舎、コンビニだって全然近くにないし、自販機がちょっと近くにあるぐらいだし、分かりやすいところで言うと、ポケモン GO を起動したらポケストップが全然ないしとか、そういう感じで、ほんと田舎っちゃ田舎なんだけど、でもその中でも全然暮らしやすい部分は暮らしやすいし、まあイベントごとっていうのにこう参加しようと思ったら、まあ距離感っていうのはね、少し遠いなって感じる部分はあるかもしれないけども、でも普通に暮らしてこうやっていく分には、そこそなんだろう、インターネットを通したお仕事をするってなったら、インターネットの環境さえあればお仕事できるわけじゃない。なんだろう、こういうパソコンの機材さえしっかりあればっていうところを考えると、そういうお仕事をする面では、実際にこう会社に出向いて何かやるっていうのはちょっと、難しいかもしれないけど、こうパソコンさえあれば、何かできるよとか、こう何か発信をしながら収入を得るっていうことで考えるんだったら、全然夕張でもできるんだよね。それこそね、YouTuber さんとか VTuber さんとか全然夕張で活躍できるし、活動できるし、
って思ったんだよね。だから、発信をしていくっていうことをしたい。で、しかも、そこそこ名前が知れているような人だったら、環境全然夕張にポンって行って、ガラッと一気にやっちゃうっていうのも一個の手。そこそ千歳まで行くのに、2時間ちょっとだし、だから東京に何か行かなきゃならないってなっても、千歳まで行って、2時間ぐらいで行って、飛行機乗って東京行っちゃえばいいし、で、札幌に出るってなっても、札幌来るのに2時間ちょっとだから、全然夕張中継地点として、活動の拠点っていうのは全然いいかなと。しかも空気は澄んでるし、静かだし、それだし、土地も結構あるから、例えば土地、売ってる土地ってはあるのかちょっとわかんないけど、買えたりとかすれば、家建てるお金とかね、もしある人だったら家建てて、そういうちゃんと機材とか揃えて、こういう活動をしていくって考えた時には、全然夕張でも活躍できるんだなっていうふうには感じましたね。だからなんかもうちょっと夕張のことをご紹介できることとか少しできたらいいなとは感じてます。なかなか夕張にね、私車を持ってないので行けないんだけど、だから車さえあれば夕張全然いいかなって思いますね。はい。っていうところでした。はい。夕張帰って結構楽しかったなっていうご感想動画でございます。はい。楽しかった。あとはね、札幌帰ってきてから、仕事も決まってるので、そっちの仕事の方でしっかりと頑張りながら、この仕事もしつつ、趣味でやっているこの活動も続けつつという形でやっていこうかなと思います。あんまり無駄遣いしないようにね、やっていかないとお母ちゃんにも迷惑かけるしね、いろいろってあるのでね、しっかりお金の面も見ながらやっていこうかなっていうところではございます。はい。ちょっとね、いろいろなことが重なりみたいな感じで重なって、今ちょっと大変な状況ではあるんだけど、ここ1ヶ月2ヶ月を乗り切ったら、新しい道が見えてくるのかなとは感じています。新しい仕事もね、頑張ってやっていこうかなと思っているので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は凛との小話としてお話でした。はい、ぜひともね、これからも私を応援してくださればと思います。はい、皆さんのね、応援が私の力になるので、ぜひともよろしくお願いします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。